バルディア、ダルシスの両国を滅ぼしたレディンは、自身の目指す統治のために全ての貴族や領主を処刑した。大陸統一を果たすべく闇の軍勢に挑むレディの力は、闇の王子ボーゼルの目の前にまで迫っていた。我が名はボーゼル。このベルゼリアのイナ、全世界の支配者だ。ようやく会えた。お前が闇の軍勢の長だな。人間ごときがよくここまで。いや、貴様は本当に人間か？どういう意味だ。私が人間以外に見えるのか？およそ人間とは思えない気配だったのでな。そのラングリッサーもまるで呪いの魔剣のごとき正気をまとっている。よほど血を吸ったようだな。面白い。お前もすぐにこの剣のサビにしてやる。闇を前にして威勢のいいことよ。よかろう。さあ、殺し合おうではないか。ついにここまで来た。私は闇を滅ぼす。レディン様のご意志に従いますわ。私こそが闇の神なのだ。道を開けなさい。力にみなぎるのを感じますわ。誰であろうと邪魔はさせん。ラングリッサーの輝きが増している。
かかったな。いでよ、リコリス。はい、ボーゼル様。邪悪なる魔物どもよ、我が呼びかけに応じたまえ。レディ様、敵の増援ですわ。目障りだ。様には誰一人近寄らせん。天空をめぐる星々、我が敵を撃て。ここが貴様たちの墓場になる。ただではやられん。虚空の闇に潜み偽りを司る亡者よ、我が盟約に従い。何かしたか。何だと。私の幻覚の術が通用しない。無駄なあがきを。土に帰れ。あー、ボーゼル様。やはりな、特進が言った。何が。ニコリスの術だ。あれは私の力を元にしている。それが効かないということは、貴様は光のものでもなければただの人間でもない。ざれ言、私を惑わせようとしても無駄だ。この剣が、危険ラングリッサーこそが光だろう。違うな。その剣はもはや光などではない。そしてお前も同じこと。我という闇を覆い尽くさんほどの闇よりも深い闇、それがお前だ。私が闇だと。そうだ、闇の軍勢の王さ、この闇の王子ボーゼルをもってしても見通せぬほどの深淵の闇。まさかこんなものが存在しているとは。これだから人の世は面白い。貴様を殺して全てを得るためだ。闇にでも何でも染まってやるさ。覚悟しろ、ボーゼル。
よかろう。さあ来るがいい、深淵の闇の使者よ。闇を滑る者の力、思い知るがいい。貴様の負けだ。らしいな。これで全ては私のものになった。力だけで全てを従えるか。まるで
傲慢な神だな。そんなものになった覚えはない。いや、貴様こそが混沌の化身、呪いの神の落とし子だよ。この世にあまねく混沌を、破壊を、絶望を振りまくがいい。絶命しましたわ。ああ、これでやっと到達した。すべてを変えるために必要な場所まで。ここからだ。ここからすべてを始めるんだ。おめでとうございます、レディ様。これがランギリッサを持つ者の力だ。